ひだの漬物ステーキ漬物ステーキは岐阜県ひ田地方の郷土料理。ひ田地方では漬け捨てとも呼ばれている。ひ田地方の居酒屋や宿で名物料理として出すところも多い。ひ田地方では昔から漬物を焼いて食べる習慣があった。極寒の冬の貴重な食料であった漬物が野菜としての役目を果たしており。 凍りついてしまった漬物を溶かすために、いろりで頬張に乗せて焼いた料理法が始まりである。また、古くなってしまった漬物の再利用という面もある。一般的には、白菜の漬物を用いることが多く、このうち、卵が混じったものは特に微味とされる。炒められ、味噌や醤油で味付けされた漬物は、通常の漬物とは、一味も二味も違うもの。 香ばしさと甘みが増して食が進む。各家庭ごとに味付けや炒め具合とそれぞれいろいろなレシピがある。基本的な作り方は以下の通りである。フライパン、または鉄板、多めの油を引き付け物を焦げ目がつくまで炒める。醤油や味噌などで味を整えたら真ん中に寄せて溶き卵で閉じる。好みで鰹節、紅生姜、七味唐辛子を振る。卵の代わりに、 香葉味噌を焼いて合わせる、刻み海苔を振りかける、鰹出汁の天つゆを加える、サバの水煮を入れるなど、バラエティに富む。ありがとうございます。